皆様こんにちは同窓会長の拓島と申します同窓会会員も新たな会員を迎え3万6千名となりました母校の発展会員相互の親睦や交流支部を含む組織の活性化のため同窓会事業へのご協力をお願いいたします 徳大学では私たち卒業生がお世話になった先生方や大学,を過ごした大学生活を過ごした旧友と母校で再会し親睦交流を深められるホーームカミングデを毎年開催しててくれています。新型コロナウイルス拡散により開催が困難な中開催していただくことに卒業生を代表してお礼を申し上げます。 今年のホームカミングデーはコロナウイルス感染予防のため卒業式を挙行できなかった2020年3月の卒業生をメインとしてオンラインで実施されます直接会うことはできませんがオンラインでのホームカミングデーを楽しく過ごしていただきたいと思います新型コロナウイルス感染症が世界規模で拡大し 日々の暮らしや健康が脅かされることが続いています。4月7日、7都府県に緊急事態宣言が出され、ウイルス感染が収まってきたように見えましたが、いまだに収束が見えない状態です。3年に1度の開催として本年度予定しておりました総会につきましては、新型コロナウイルス感染拡大を受け、令和3年度に延期することといたしました。 それに伴いまして、本年度審議事項を評議委員会の持ち回り審議にて審議することといたしました全国各地で福祉の現場地方行政の窓口や看護医療現場においてスペシャリストとして我が身を顧みずご活躍されている卒業生の皆様経済活動やライフラインを守るべく 日々奮闘されているる卒業生の皆様にに敬意を表すすとともに感謝申し上げます困難で不便な生活が続く事態にご不安やお疲れがたまっていらっしゃることと思いますがどうぞご無理をなさらずにご自愛いただき日常を取り戻した折には元気な皆様とお会いできますことを切に願っております。